ロケッティアはアメリカンコミックスのアクション、冒険、SF 漫画の作品名、およびその主人公のスーパーヒーローとしての呼び名、またはこの漫画を原作として1991年に封切られたアメリカ映画。漫画の作者はデイブ・スティーブンス。第二次世界大戦勃発直前の1938年のアメリカ、スタントパイロットだったクリフは、 ある日謎の背負い式のロケットパックを手に入れ、それにより生身で空を飛べるようになった。飛行中の彼は断熱効果のある飛行服を着て方向打の役割を果たすフルフェイス型ヘルメットをかぶっているので一般人には正体を知られていない。1991年にアメリカで映画化された。この映画ではロケットパックはハワード・ヒューズが作らせた試作品であり、 燃料タンクが加熱により爆発するという問題を抱えていたが燃料タンクの壁を二重にして冷却することで解決している。同時期にナチスが開発していたロケットパックにも同様の欠陥が存在していたがそれに先駆けて実用化に成功している。また方向変換ができないという欠点もあったがクリフは友人の技師 PB が制作した 方向だ付きのヘルメットを被ることにより、欠点を解消したという設定である。スタントパイロットのクリーフは、ある日飛行機の格納庫で背負えば、空を飛ぶことができるロケットパックを手に入れ、いつしか空飛ぶヒーロー、ロケッティアと呼ばれるようになる。しかしこのロケットパックは、ハリウッドの人気俳優で、実はナチスのスパイであるネビル・シンクリアも狙っており、 これを奪おうとする彼らと FBI を巻き込んで戦うことになる。クリフシーコード本作の主人公、成功を夢見る航空機レースのパイロット、PB の新型飛行機でレースに出場しようとしていたが、飛行機を壊され、アクロバット飛行で成形を立てることになってしまう。その時に偶然発見したロケットパックで彼はロケティアとなる。ちなみに、ロケティアという名は、 航空ショーの主催者ビゲロが、パイオニアと書かれた看板を見て思いついた名前、女優のジェニーと付き合っている、ジェニーブレイクハリウッドの売れない女優であり、クリフの恋人、ネビル・シンクレアのファンでもある、クリフがロケッティアであることを知ったため、ネビルに近づかれる、ネビルの新作、笑う義族でセリフのある役をもらえたが、プロデューサーのメイに、コネでその役を取られてしまった。 PB クリフの親友のメカニック、GB の開発者、メカニックとしての腕は確かで、天才を自称するほど、ロケットパックに改良を施し、方向打つきのヘルメットを開発した、ロケットパックをさらに、パワーアップさせるための設計図は開発者のハワード・ヒューズも関心するほど、ハワード・ヒューズ実在の大富豪、シラス X-3 の開発者であり、 本来は誰もが飛べる時代を夢見て開発したが、実験飛行で自己死者を二人も出し、さらに政府が兵器転用する気満々であることを痛感。実用化をせかす政府の役人に対して設計図を焼却処分することで自らの意思を表明した。その後もクリフたちと接触し協力している。ネビル・シンクレア票はハリウッドの売れっ子俳優。裏ではナチスのスパイ。 紳士的な役で高い人気を誇る。クリフやその仲間にはキザな男と酷評された。ハワード・ヒューズが開発したロケットパックを狙う。飛行船ルクセンブルク号でクリフと対決し、ジェニーと引き換えにロケットパックを手に入れる。しかし、クリフが燃料タンクの穴を塞ぐガムを剥がして渡したため、燃料漏れに気づかないままロケットに点火してしまい、爆発して火の玉となりながら、 ハリウッドサインに墜落し死亡する。実際にナチスとの関係が噂されていた俳優、エロールフリンがモデル、エディ・バレンタイン・マフィアのボス、ネビルにそそのかされ、ロケットパックを部下に盗ませる。悪党ではあるが、喫水のアメリカ人で、ネビルがナチスのスパイだと知った後は一転して、味方になる。また、部下を大切にする一面があり、ロケットパックの一件で部下が殺されたことに怒りを、覚えていた。 クライマックスのナチス部隊との銃撃戦では、自らトミーガンを撃って応戦している、ロサーネビルに雇われた殺し屋、2メートル以上は確実にあろう、巨体と人間を半分に折り曲げてしまう怪力を持つ大男、飛行船で落下防止のためのベルトを着用し、クリフを迎え撃つも、ロケットパックで突進され倒される。その後、クリフたちが脱出する際に、自力で這い上がり、 再び襲いかかるが、その直後炎上していたコックピットの火が、飛行船のガスに引火、爆発したため、逃げようとするもつけていた命綱が、あだとなり逃げ切れず、爆発に巻き込まれて死亡した。シラス X3 アメリカ軍が開発した、背中に背負うだけで空を飛べる、夢のような機械。ナチスのスパイのネビル・シンクレアがマフィアをそそのかして、盗もうとした。盗んだマフィアの一人が追い詰められ、 PB の格納庫の中にあるオンボロキの中に隠したが、クリフに発見される。燃料はアルコールである。燃料タンクの壁が二重で、オーバーヒートの心配はなく、クリフたちが発見した後、PB が改良を施し、ロケットの噴射の強さを、自動車のアクセルの容量で行えるようになった。開発者であるハワード・ヒューズは、兵器に利用されると悟り、設計図を燃やした上に、さらに、 後半の飛行船での乱闘の後、ネビルが燃料漏れしているロケットパックを使い墜落したため、二度と同じものは作れなくなった。ただし、ネビルに拉致されたジェニーが、ネビルの部屋にあったロケットパックの図面を持ち帰っており、ラストで p b に渡している未完成のロケットパックアメリカ人スパイが持ち帰った映像に映っていたナチス軍の開発したロケットパック。 アメリカ軍に先駆けて開発されていたが、燃料タンクがオーバーヒートし爆発してしまう欠点がある。ナチスはロケット部隊を組織し、世界征服の主力部隊にする計画だった。GB 映画と同じ塗装が施された GBBB が3年の歳月と全財産を注ぎ込んで作った最新プロペラ機。この飛行機に乗ってクリフは航空機レースの大会に出場する予定だったが、 諸女飛行の際に FBI とマフィアの銃撃戦の流れ玉を喰らい再起不能になる黄色いカラーが特徴マーベル PB の格納庫にある年季の入ったボロボロのプロペラ機舞台となっている第二次大戦の時代でも一昔前の機体だが一応飛行はできる GB の制作資金などのためにクリフはこの機体で航空機レースイベントの中でアクロバット飛行などのパフォーマンスを行っていた GB の破損により、再びこの機体を使わなければならなくなった際、クリフの友人で、元パイロットのマルカムが勝手に乗り込み、クリフの代わりに、アクロバット飛行に挑戦したが、エンジントラブルを起こし、結果として墜落してしまう。白い GB 物語のラストで FBI から感謝の気持ちとして、クリフたちに送られた飛行機、ハワード・ヒューズが自ら操縦して届けた。 GB とよく似ている飛行機でホワイトカラーが特徴。機体にはクリフの名前がプリントされている。撮影に使われたのは1978年にビル・ターナーが製作した GB モデル Z のレプリカで翼を拡大するなどの改良を行っている。オートジャイロ・ハワード・ヒューズの家の格納庫に置いてあった機体で通常のプロペラ機にヘリコプターのローターがついている。 物語のクライマックスでヒューズと PB が登場し爆発する飛行船からクリフとジェニーを救出するために使用ルクセンブルク号ナチスドイツの飛行船アメリカとの平和的外交のためにアメリカを訪問するロケットパックとネビルをドイツまで運ぶための裏の目的を持っていたレース、横スクロールアクション、ガンシューティング、格闘など様々な要素が混在した作品 最初のレースが無駄に長くて難しいため、多くの当時のプレイヤーがそこでゲームを放棄したという、原作映画の内容を楽しめないゆえに、場面ごとにゲームの内容が変わりすぎることから、ゲームとしての評価は低い。ありがとうございます。